汚れを導いている者も姿を見せない。そうだね、やっぱ観察してるのかも。ロゼ大丈夫？は？大丈夫だよ、みんながいるじゃない。そんなに不安がってる子に言われても説得力ないんだけど。そう、ごめん。ミクリオがさ、私を旅に誘った時に言ったんだ。何？突然。同じものを見て聞くことができるのが真の仲間だって。真の仲間？私アリーシャとは仲間になれないと思ってた。またそんなこと言い出すんだ。だってあんたはお姫様で騎士で政治家で女の子、普通に考えて私と違いすぎるっしょ。天族の方々や兵馬、汚れやそれに揺れる人の心、同志とその重視が見ている、同じものでしょ。出た、アリーシャ節。もうどうして意地悪するのよ。いつもそうよね、ロゼって。なんだろう、なんかあんたにはこんな調子になっちゃうんだよね。でもいい、もう慣れてきた。友達だもんね。いつの間にか友達認定されてるし。言い争って、挙句に取っ組み合いの喧嘩して、その後一緒に旅して、それで友達じゃないけど。こりゃやられた。やっぱりロゼも不安なんだね。こんなに汚れちゃってるし。それもある。他にもあるの？あんたのこと答え出さなきゃ。そうだね、答え出さなきゃね。悩める少女も絵にはなんない。もうヒントはなしなのね。ええ、彼女たち自身で導き出さなければいけませんから。